ほいたたとも、岡田ため地下室、ほいたただとも4年9月19日は、江戸時代後期の国学者、考古学者。通称は、久間二次郎、後に湯げ又また花田、女、元二次郎、玄介と改めた。たでがと合する。備中国下道軍新本村出身の大原、盗東作の次男として生まれる。記事は、三河国の方軍山中村とも言われるが不明。 摂津国にある、幾玉神社の社子の養子となる。駿府で、平田厚種に入門して、国学を学び、後に、京都の藤林博山について、西洋医術を学ぶ。また香川歌劇の門に入り、歌人として、桂門四天皇あるいは、桂門十明に数えられる。金をくずけぶけ、カジノ領罪の庇護を受け、天保二年カジノが、並ぶ行になると、 随中して、奈良に移り、天保四年より天保七年にかけての、焦僧院宝庫修理の際は、器物、文書の調査を許され、焦僧院文書、青四十五巻の整理に従事し、奈良時代の貴重な資料を初めて世に紹介した。晩年は、京都に住み、医術で生計を立てた。友の信友、新城道を赤岡寛、松岡岐鈴鹿蓮種、竹尾正宏、 はの雪を、三金木清きだしらと交流し、特に、奈良時代の交渉に詳しいことから、奈良屋と呼ばれる。五十七歳で没する。西岸寺に墓がある。焦燥院魚物を見る便利を得るために、忠友は一人娘を、家事の領罪の側室にした。森尾外はこのことを、少女は武行の見かけにやりぬとか、客よ、もくあれあわれ、忠友とも赤に読み、森千蔵は、 最愛の女をあえて日陰者にした、その熾烈な研究心に、無言の敬意を表したいと同情している。森先蔵、偉人歴続編中高文庫、1997年、下、267P。森先蔵、偉人歴続編中高文庫、1997年、下、266P。ありがとうございます。